ルガノデ・リアンジョリフニクラは、スイスティチーノ州ルガーの市にあった、ケーブルカー、または軽車リフトである。それは、ルガーの湖近くのカタン駅と、サンタマリアデ・リアンジョリ境会及びホテルブリストルに隣接する上タン駅を結んでいた。上タン駅は、タワーの3階にあり、ホテルへの歩道橋につながっていた。ラインには単一のトラックと単一の車両があり、 タワー内を垂直に作動するカウンターウェイトによってバランスが取られていた。ラインは1913年にオープンした。1973年に所有者からルガノ市に寄付された。ホテルブリストルは1981年に閉鎖し、ケーブルカーは1986年に運行を取りやめた。路線は放棄された状態で現存する。2012年、このラインは 地域的に重要な文化財としてリストされた。2018年4月、ルガーの市当局はケーブルカーの将来のための最高のアイデアを競うために3万6000スイスフランのコンテストを発表しました。同じ年の9月に同じ当局はケーブルカーの将来と湖へのアクセス改善のためのより広い計画の一部を どのように形成できるかを研究するために32万5000スイスフランの融資を要求しました。性的記念碑としての復元には260万スイスフランがかかり、運用の復帰には550万スイスフランがかかると推定されている。稼働中の路線は142メートルの長さで53メートルの垂直距離を登った。最大勾配は44%。 平均勾配は38.7%、1000mm ゲージで1台の車には4つのコンパートメントがあり、最大収容人数は26人であった。ありがとうございます。